その症状はいつから続いていますか？これまでにどんな病気にかかったことがありますか？どんなお薬を飲んでいますか？お医者さんに見てもらうときに自分の体のことをうまく説明できなかったという経験はありませんか？ほぼ日の健康手帳は日々の体調管理やお医者さんとの健康相談に役立つ手帳です。私のカルテ。私のカルテには自分の健康に関する情報をまとめておくことができます。身長、体重をはじめとする体の基本的な情報や病気の記録、薬の記録などを記入して自分自身のカルテを作ります。普段忙しくってなかなか自分の体のことまで手が回らない人ってたくさんいらっしゃると思うんですけれど、この手帳に書き込むことをきっかけに自分の体や自分の健康を愛おしんで今後の自分を守るために役立てていっていただけると嬉しいなというふうに思います。そうですね、この手帳を身近に使っていただくことが、自分の体が出している小さなサインを早めに見つけて自分の体を守る手助けになっていくんじゃないかなというふうに思っています。7つの問診。7つの問診では体調を崩したり何かの心配があって病院に行くときにお医者さんに伝えたいことを事前にまとめておくことができます。医者の前に座るとなかなか緊張してしまっておそらく思ってらっしゃることを全部お伝えいただいてないんじゃないかと思うことが私たちは自分の仕事を通じてよく感じています。こんなことを私たちは知りたいと思っているんですというような7つの項目をこの健康手帳の中では紹介しています。この7つの項目に事前に、自分の答えを書いてみてお持ちいただいてみてはどうかと思います。そうすると、ご本人にとってより良い、医師とのコミュニケーションが取れるのではないかなと思っています。お医者さんへ。病院で診察を受けるときに私のカルテや7つの問診に書き込んだ記録をもとに話をするとより分かりやすく正確な情報をお医者さんに伝えることができます。自分の健康についての情報をうまく伝えることができるとそれが限られた診察時間であってもそれをよりよく充実させていくことができるというふうに私は思っています。事故や急病で初めての病院に運ばれた時も、自分の体の情報をまとめて記録しておくと自分を守るために、とても役に立つと思います。この健康手帳を、自分を大切にするための道具として例えば大人版の母子手帳のような形で多くの方に使っていただけると嬉しいなというふうに思っています。その他にもぜひ知ってほしい健康についての9つのコラムなども収録しています。健康管理は自分の体を知ることから。 DSI をお持ちのすべての方へほぼ日の健康手帳。